んにちは。生誕60周年記念熊野パディントン店にやってきました。お、これイギリスロンドンの駅の中ですね。作品の中でパディントンの家族となるブラウン夫妻がここでパディントンに出会ったということです。それでパディントンという可愛らしい名前が付けられたんですね。パディントンのいろんな表情が見られるんですけど、ニコニコした表情が印象的なんですけど、これとかちょっとあれっていう顔してて可愛いです。いろんな言語の本があります。左からアイスランド語、韓国語、ラテン語、あ、こっちもある。あ、すごい、見覚えがあるパディントン。なんかちょっとずつ優しい感じになってきてる、うん、これかわいい。お土産コーナーに来ています。私はじゃん、パディントンの原画が書いてあって、中はチョコが入ってます。そしてこちらがナナミ、私の名前のパディントンのスタンプです。はい、この生誕60周年記念熊野パディントン展は文化村ザ・ミュージアムで6月25日まで開催しています。皆さんもぜひこの可愛らしいパディントンに会いに来てください。